ワワキン・アントニオ・ベノワ・ペーニャは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴデ・ロス・カバリエロス、出身の元プロ野球選手。宇ト・右打ち1996年に、ドラフト外で、テキサス・レンジャーズと契約。2001年にメジャーデビュー。同年は1試合に先発登板しただけであり、5.0イニングを、8安打6失点と打ち込まれた。翌2002年も、 先発角で投げ、17試合中13試合に、スターターとして登板した。だが、防御率5.31と打ち込まれたほか、予死休率も6.2と請求力に課題を残した。前述の通り、中心的な役割は先発だったが、1セーブを挙げた。このセーブは9月3日の対ボルチモアオリオールズ戦で3回裏から、リリーフし7イニングを投げ切って挙げたものである。 2003年は25試合中17試合に先発登板して8勝5敗と勝ち越したが、防御率は5.49と悪化の一途をたどった。また、QS を決めたのが3試合に止まり、スタミナ面での課題が浮かび上がった。2004年、前年とほぼ同水準の成績であり、28試合の登板で防御率5.683勝5敗だった。スタミナ不足で、 イニングが進むほど打ち込まれたり、QS が少ないままであるのも、同様だった。2005年、先発で投げたのは32試合中9試合であり、リリーバーとしての比重が増えた。結果的に防御率3.72ホイップ1.23で、自己ベストの数値をマークし、リリーフ転向は成功した。翌2006年は、全56試合に、リリーフ登板したが、 請球難で不安定なピッチングが続いたため、敗戦処理で投げる機会が多かった。2007年、自己2位の70試合に、リリーフ登場にし、防御率2.857勝4敗6セーブホイップ1.17、という好成績で、大ブレイクした。この活躍ぶりが評価され、オフに2年総額600万ドルで、契約公開した。2008年、シーズン通して、 肩の状態が思わしくなかったため、44試合のリリーフ当番で、防御率5.00と不調だった。2009年シーズン開幕前に肩の手術を受け、その影響で全休した。タンパベレーズ時代2010年は、タンパベレーズとマイナー契約。故障を開けながら、速球のスピードが上がった影響もあって、63試合のリリーフ当番で、 防御率1.34ホイップ0.68、脱三振率11.19と、自己最高級の成績を残した。オフに FA となった。デトロイトタイガース時代2010年11月19日に、デトロイトタイガースと3年1650万ドルで契約。1年ごとに、最大100万ドルの出来高がつく。2011年は、 クローザーのホセバルベルデにつなぐセットアッパーとして起用された。序盤は調子が悪く、5月終了時点での防御率が5.85だったが、その後は調子を上げ、最終的には66試合の登板で、防御率2.95ホイップ1.05と2年連続で、好成績を残した。2012年は、チーム最多、リーグでも7位体の73試合に登板した。 しかし、肩や腕の不調に悩まされたこともあり、7 1レイニングで、ホームランを14本も被弾したが、要所を占めるピッチングで、防御率3.68にまとめ上げた。2013年は、バルベルデがいなくなったため、クローザーに抜擢された。4年連続60試合以上となる66試合に、登板し、防御率2.01、24セーブ。 ホイップ1.03という好成績で役割を全うした。10月31日に FA となった。2013年12月18日にサンディエゴパドレスと2年総額1550万ドルで契約に合意したことを報道され、28日に球団が発表した。2014年はセットアッパーとしてもクローザーとしても投げ、 53試合に登板して4勝2敗11、セーブをマーク。防御率1.49ホイップ0.77はいずれも2010年に、次、ぐ高水準の数値だった。2015年は、セットアッパーに戻り、67試合のリリーフ登板で、防御率2.34、6勝5敗にセーブ、ホイップ0.90という、相変わらずの安定感を発揮した。 2015年11月12日に、エニエルデロス・サントス、ネルソン・オードとのトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。2016年、マリナーズでは26試合に登板したが、24.1イニングで15、支給を出したほか、防御率5.18と久々に炎上した。2016年7月26日に、ドリュース・ストーレン・キンセンとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍した。 ブルージェイズ加入後は25試合に登板。移籍前とは別人のように躍動し、2勝無敗、防御率0.38とチームのプレイオフ進出に貢献した。また、通算700試合登板をクリアした。シーズントータルでは、全球のシーズン復帰から7年連続50試合以上となる51試合に登板し、3勝1敗1セーブ、防御率2.81。 ホイップ1.27、脱産審率9.8という成績を残した。2016年12月6日にフィラデルフィアフィリーズと1年750万ドルで契約を結んだ。2017年7月31日にセス・マクガリーとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月21日に ワシントンナショナルズと1年契約を結んだ。この年は右腕を痛めて全休し、オフの10月29日に FA となった。ありがとうございます。